今日も楽しく日本語を勉強しましょう。今日は買い物の勉強をします。買い物。買い物。皆さんは買い物をしますか？デパートに行きますか？デパート。デパートに行きますか？デパートはとても大きいですね。デパートは大きいです。だからデパートにお店がたくさん、お店がたくさんありますね。だから例えば皆さんは本のお店に行きますね。でも分かりません。分かりませんから受付で聞きます。受付で聞きますね。それを勉強します。はい。あとは、お店でこの買い物をしますね。それも少し勉強します。あとはこの買い物デパートじゃないですけど、学校の部屋、学校の部屋も勉強しましたね。学校の部屋がどんな部屋がありますか？例えば日本語を勉強する部屋があります。中国語の部屋があります。その どんな部屋がモンゴルロシア共同学校にありますか？そしてモンゴルロシア共同学校はこの1、2、3がありますね。1にどんな部屋がありますか？2にどんな部屋がありますか？3にどんな部屋がありますか？そういうことを、そういう言葉も今日は少し勉強したいと思います。これは何ですか？これはデパートです。デパートです。皆さんはデパートに来ました。ここは受付です。インフォメーションです。皆さんは100円ショップに行きます。すみません、100円ショップは何階ですか？すみません、100円ショップは何階ですか？100円ショップは2階です。100円ショップは2階です。これはエスカレーターです。これはエレベーターです。これは階段です。エスカレーター、エレベーター、階段です。エレベーターはどこですか？エレベーターはどこですか？エレベーターはあちらです。エレベーターはあちらです。そうですか。ありがとうございます。そうですか。ありがとうございます。はい。もう一度聞きます。練習します。練習してください。すみません。100円ショップは何階ですか？100円ショップは2階です。エレベーターはどこですか？エレベーターはあちらです。そうですか。ありがとうございます。はい。私は客です。皆さんは受付です。すみません。100円ショップは何階ですか？エレベーターはどこですか？そうですか。ありがとうございます。
はい、皆さんが客です。私は受付です。100円ショップは2階です。エレベーターはあちらです。階を勉強します。赤は例外です。何階？1階、2階、3階、4階、5階、6階、7階、8階、9階、10階、地下1階、地下2階。はい、学校の部屋の言葉を勉強します。学校にどんな部屋がありますか？学校にどんな部屋がありますか？これは教室です。どんな教室がありますか？日本語の教室があります。ドイツ語の教室があります。中国語の教室があります。これは図書室です。これは職員室です。これは保健室です。教室、図書室、職員室、保健室、室ですね。はい。これは売店です。これはトイレです。これはプールです。これは食堂です。これは体育館です。これは行動です。もう一度言います。教室、図書室、職員室、保健室、売店、トイレ、プール、食堂、体育館、行動。はい、では皆さん覚えてください。言葉の練習です。絵を見てください。そして言ってください。
QA の練習です。ここは廊下です。学校の廊下です。これは皆さんです。女の人が皆さんに質問します。皆さんは答えます。すみません。モンゴル・ロシア共同学校の生徒ですか？すみません。職員室は何階ですか？そうですか。階段はどこですか？ありがとうございます。はい、練習の2です。学校の部屋について質問します。皆さんは答えてください。日本語の教室は何階ですか？図書室は何階にありますか？講堂は何階ですか？2階にどんな部屋がありますか？トイレは何階にありますか？職員室は何階ですか？1階にどんな部屋がありますか？新しい言葉を勉強します。デパートの中の言葉です。売り場、服、婦人服、婦人服売り場、紳士服、紳士服売り場、子供服、子供服売り場、靴、靴売り場、寝具、寝具売り場、食器、食器売り場、化粧品、化粧品売り場、時計、時計売り場、ジュエリー、ジュエリー売り場、電化製品、電化製品売り場、パソコン、パソコン売り場、おもちゃ、おもちゃ売り場、喫茶店、スーパー、薬局、映画館、レストラン。はい、もう一度言います。売り場、服、婦人服、婦人服売り場、紳士服、紳士服売り場、子供服、子供服売り場、靴、靴売り場、寝具、寝具売り場、食器、食器売り場、化粧品、化粧品売り場、時計、時計売り場、ジュエリー、ジュエリー売り場、電化製品、電化製品売り場、パソコン、パソコン売り場、おもちゃ、おもちゃ売り場、喫茶店、スーパー、薬局、映画館、レストラン。
はい、では覚えてください。はい、では練習です。絵を見ます。言葉を言います。言葉を言ってください。はい、では覚えてください。ここはデパートです。これは皆さんです。スーパーはどこですか？わかりません。男の人に聞きます。すみません。スーパーはどこですか？スーパーですか？スーパーはあそこです。はい、ここは電化製品売り場です。これは店員です。いらっしゃいませ。すみません、カメラはどこですか？カメラはあちらです。はい、1と2は違います。1はスーパーはあそこです。2はカメラはあちらです。1はあそこ、2はあちらです。あちらは丁寧です。あそこは丁寧じゃないです。2は電化製品売り場の店員です。丁寧です。1は店員じゃないです。丁寧じゃないです。はい。あそこは普通です。あちらは丁寧です。ここは普通です。こちらは丁寧です。そこは普通です。そちらは丁寧です。どこは普通です。どちらは丁寧です。はい、練習です。これは例です。会話です。電化製品売り場の会話です。いらっしゃいませ。すみません。携帯電話はどこですか？携帯電話はこちらです。あ、ありがとうございます。はい、これは店員は丁寧です。1、2、3、4、5。パソコン、電子辞書、スマホ、
カメラ、レジ。これで会話を作ってください。練習です。これは例です。すみません。エスカレーターはどこですか？エスカレーターですか？エスカレーターはあそこですよ。どうもありがとうございます。はい。エスカレーターですか？エスカレーターはあそこですよ。はい。要は、新しい情報を教えます。エスカレーターはあそこです。これは新しい情報です。これを B さんは A さんに教えます。はい。1234、トイレ、ATM、受付、喫煙所。これで会話を作ってください。はい。訳します練習です。1234を日本語に訳してください。はい。リスニングの練習です。電子辞書は何階のどこにありますか？聞いてください。そして答えてください。すみません。栄電機は何階ですか？4階です。4階ですね。ありがとうございます。電子辞書、電子辞書。いらっしゃいませ。電子辞書はどこですか？そちらです。ありがとうございます。言葉の練習です。絵を見てください。そして言葉を言ってください。ディクテーションの練習です。聞いてください。そして書いてください。エスカレーター、エスカレーター。すみません。エスカレーターはどこですか？エスカレーターですか？エスカレーターはあそこですよ。あ、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。カメラ、カメラ、すみません。カメラはどこですか？カメラはあちらです。あ、ありがとうございます。すみません。栄電機は何階ですか？4階です。そうですか。ありがとうございます。